はい、どうもありがとうございます。ザ・スクレアという、バンドでございます。今日はですね、ちょっと客席が どんな感じですかね。最初、ありがとうございます。ちゃんと客席つけてるのが、やはり、ここ今日はですね、僕らはですね、ザ・スクエアとか T スクエアって今言うのかな、っていうバンドが、ちゃんとございまして、そう、まあ、昔ちょっと前で言うとね、F1 のテーマソングで有名なっていうふうに言えば皆さん分かっていただけたんですけど、ちょっとやはり30年ぐらい経っちゃってですね、最近その話が通じなくなっちゃったんですよね。今ちょっとなんですよ。でなんですけど、ブラバンの人って結構いらっしゃると思うんですよ。ちょっと手を挙げていただけますか。あ、結構いますね。ブラバン、吹奏楽部とかね、やってらっしゃった方だと、例えば宝島とかですね、それからなんだっけ、あとやんのよ、オーメンズ・オブ・ラブ、じゃあ今日1曲目やったオーメンズ・オブ・ラブなんかはですね、結構ブラバンでも最近アレンジされてやってるそうで、今でもやってるんですよね。で実はスクエアって今でも一応あるバンドですので、できればちょっと本物の方も聞いてあげていただきたいなと。俺が言っていいのはそんなことですみたいな感じでございます。申し訳ございません。それで、今日一応1曲目がオーメンズ・オブ・ラブ、それから、2曲目トラベラーズって、これもね CM でこれも30年ぐらい前かな、やっぱりなんか CM になったそうなんですけど、そういう曲をやりました。で、じゃあもうね、そんな喋ってばっかり見られないんで、次の曲行ってみたいと思います。ちょっとバラードで、ちょっと落ち着いた感じでいきたいと思います。フォーガットンサガっていう、バラードの曲と、それから、エレミラージュという曲、16ビートの曲なんですけどね、行ってみたいと思います。今日はちょっと、短い時間ですけれども、ゆっくり楽しんでってください。
Thank you.
金サガっていうバラードと、ルミアージュ、2曲続けてお送りしました。じゃあここでメンバー紹介を入れたいと思います。じゃあどっから行きましょうか。今日はどうしようかな、どうしようかな、どうしようかな。じゃあ楽器をもう下ろしちゃって、おい。いいんですけど。じゃあフロントから行きましょう。ね、もうこのなんだっけ、このバンドの、ね、伊藤武史にもう崇拝している、フロントさんでございます。オンアルトサックス&イーウィー。金井康之。続けて今日は半時計回りに行きましょう。そしたら、じゃあギターで、じゃあ、次ギターいきます。本職はね、まあ、ちょっとスクエアとかって知ってらっしゃる、フュージョンって言うんですけれども、ジャンル的にはね、フュージョンもやったこともないんですけど、まあ、スクエアとか知ってる方だとカシオペアっていうとね、なんか結構反応があったり普段はするんですけれど、ね、そっちのライバルバンドの方が、この、スクエアっていう曲、バンドよりは大好きな、オンギターなんだっけ斉藤孝之はい、じゃあ次ドラムいきましょうか。ドラムがですね、ドラムです。はい、のりたけさん大好きな、ね、どうしよう、ちょっと、じゃあすいません、ごめんなさい、ちょっとなんか考えてたんだけど忘れちゃいました、すいません。オンドラム山崎純一で、実はですね、今日、こう次ベースの、そうなんですよね、でベースの方なんですけれども、ね、さっき、ね、いつも通り客席まで遠征してのドラでした。実はですね、今日、お誕生日でございまして、ね、誕生日にもかかわらず、ね、自宅に行けば自宅にはね、多分ケーキを、ね、用意してね、お子さんと奥さんがね、パパまだかなみたいなことを言ってるのかもしれないですけど、なぜか、パパはですね、ここで楽器を弾いてるというですね、いいんでしょうか、こんなことで一応ねという、オンベース、市浦茂、うちのスクレアのね、バンマスでございます。はい、ということで私が、鍵盤屋の新海でございます。というですね、5人のメンバーでお送りしておりました、ザ・スクレアの、ステージだったんですけれども、残り2曲、もうノリノリの曲で行ってみたいと思います。おなじみトゥルースとですね、人志の同じで、2曲続けて、演奏したいと思います。今日はどうも本当にありがとうございました。Thank you.
クエアでした。